はい、伊佐より嬢さんの昭和で、2歳メス、サイズの方が51センチです。お願いします。はい、こちらの昭和、まあ、見ていただいている通り、素晴らしい、バランスの取れた、いい昭和です。まあ、本当白地と、墨、ベニーがのバランス配置がもう、大変いい配置にされております。体型も、素晴らしい体型をしているので、今後成長過程大変楽しめる一匹ではないでしょうか。はい、墨ももうだいぶ出てきてますからね。そうですね、墨も、決まりのいい、タイプですね。はい、それでは横の方も見ていきたいと思います。はい、墨模様が何とも言えないですね。そうですね、まあ本当この人日の間に縦に入るこの墨が大変魅力だと思います。はい、はい、裏も綺麗です。はい、やっぱりこう紅を避けて墨が出てくる傾向にあるんでしょうかね。そうですね、これはまあ本当側線から上にこう巻き上がってくるタイプですね。まあ、本当あと仕上げ一つでもう品評会でも結構活躍できる昭和なんじゃないでしょうか。はい、本当に、白地、紅、墨とそのバランスが非常に良くて、誰しもが嫌いな人はいない模様してますね。そうですね、前半このドッグランにある大きな墨でだいたい重くなりがちなんですけれども、ちょうどこのここに白地を見せておりますので、本当バランスが取れていると思います。はい、非常に魅力的な模様をしている昭和です。いかがでしょうか。池にいても非常に目立ってくれると思います。こちら、伊佐より嬢さんの昭和、2歳メスでサイズの方が51センチです。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。